サミュエル・ボーマン・ヒリアードは、アメリカが州国テキサス州タラント軍、マンスフィールド出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のコロラドロッキーズ所属。2014年の MLB ドラフト31巡目で、ミネソタツインズから指名されたが、この時は契約しなかった。ウィチタ州立大学へ転校した2015年、MLB ドラフト15巡目で、コロラドロッキーズから指名され、 プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級グランドジャンクション、ロッキーズでプロデビュー。60試合に出場して打率。306、7本類打、42打点。12盗塁を記録した。2016年は A 級アッシュビルツーリスツでプレーし、127試合に出場して打率。267,17本類打、83打点。 30盗塁を記録した。2017年は a 久ランカスタージェットホークスでプレーし、133試合に出場して打率。321本塁打、92打点、37盗塁を記録した。2018年は a 久ハートフォードヤードホーツでプレーし、121試合に出場して打率。262、9本塁打、40打点。 23盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。11月20日にはルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りを果たした。2019年、マイナーではトリプル A 級アルバカーキアイソトープスでプレイし、126試合に出場して打率。262、35本塁が101打点。 22、盗塁を記録した。8月27日にメジャー初昇格を果たした。メジャーデビューとなった、同日のボストンレッドソックス戦にて、7番、中堅守で先発出場すると、8回裏に、ジョシュ・スミスからメジャー初安打となる本塁打を放った。この年メジャーでは27試合に出場して打率、273、7本塁打、13打点。 に通るよ記録した。ありがとうございます。